お？できた。できてるかなこれ。あれ映ってる？なんか最近調子が悪いのはなんでなんだろう。映った？こんばんは。こんにちはか。こんばんはか。あゆ太郎こと中村あゆかでーす。今日はモバメでも言った通り、配信、うん、お風呂上がりの何ルーティーン、なんとかルーティーンをしたいと思いまーす。うわー、イエーイ。うん、地雷メイクはなんか面倒くさくなったからなんか調べたらちょっと難しそうであれだったから、いつまで誕生日しよう、今日までだよ。で、私がいつも何を使ってるかを紹介しようと思って、で、何を使ってるかって、まず最近使ってるオイルは美容室、私がいつも行ってる美容室で買えるやつなんだけど、ラブカッコっていうあのね、新潟の行ってる美容師さんのが作ってるやつかな、はい、のオイルを使ってます。で、まあ、これを濡れた、お風呂上がりの濡れた髪にパッ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 ってあの手に出してなじませてシャッ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 って塗りたくります。はい。で、体のケアは、ボディはですね、ボディはこのニベアのプレミアム薬用ホワイトニングミルク A、 A 何？プレミアムボディミルクホワイトニング、シトラス&ローズの香りと、このベレダっていうベレダっていうワイルドローズオイル、あれれれれれれを混ぜて、待って、テロップ打つわ。はい、あ、なんか「うん」だっけ、ひらがななっちゃった、まあいいや、を混ぜて使ってます。だから、あ、でもちょっと待って、本当は塗りたいんだけど先に、で、化粧水を塗りたくります。お風呂上がったら本当は化粧水導入液、化粧水、美容液、美容液ツール、保湿クリームってやるんだけど、今結局これからメイクするからフ今は化粧水と美容液だけ先に塗るね。そう、乾燥肌なんだよね、すっごい。ほんとね、マッサージはなんかあんましないかも今、なんか配信だからしちゃって落としちゃって
たとかは正直ある。なんか普段はなんかもうこうやって保湿しろっていう気持ちで塗ってる。おい、まあ、こんなもんですね。でもな、手汚れるな。マイクのプレミアムボディミルクを出します。出して、うん、気持ちで保湿で、これを、はい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 、こんなもん。順番、あのね、本当はお風呂上がりに手何回も洗わなきゃいけなくなるじゃん。これ混ぜます、手のひらで。で、これを塗る。塗ってるのが1ミリも映らない。今足に塗ってるんだけど、そうそう、本当はお風呂場、脱衣所でやってれば楽なんだけど、首出しすぎた。うん、これを塗ります。背中とかはもう塗ってきた。お風呂上がって、え、日焼けしてないんだけど、多分わかんないけど、多分光の影じゃない、ライトの。おしまい。なんかあんま塗ってる感じが伝わらなかった。自分で塗るよ、そりゃそうでしょ。で今はヘアオイルは塗ってきた。で、今ドライヤーに行こうか、先にメイクをしようか迷ってる。どっちがいいと思う？マッサージ全然しない。なんか大事な仕事とかがあるときはする。なんでドライヤー？なんでドライヤーが先？いや、じゃあメイクにしよう。じゃあメイクにしよう。
嘘、そう言うと思った？金ってなんとか照るとすぐ金が繁殖する。え、でもそんな私さ、あのメイクにさ500時間とかかけないけど、いやっていうか3時間とかかけないけど大丈夫じゃない？うん、だし みんなそんなすぐドライヤーするのかな。でも普段はこんなメイクとかさしないからさ、お風呂上がりにはすぐ乾かすようにしてる。ちょっとなんか水飲んだりしたら。先にリップ塗っとこう、顔色悪いから。で、下り。要するに早やれってことなのよ。多分早くやんなさいってことだと思うんだよね。だから早くやりますっていうことだと思う、私は。うん、メイクもメイク早く終わらせればもう平和ってことでしょ。だから早くすればいいのよ。なんかさ、昨日ゲーム配信の話ばっかで申し訳ないんだけどさ、なんかライトのセッティングが難しくてどうすればいいんだろう。そう、リングライト、なんかもう一個ちっちゃいの買えばいいのかな。そう、画面の前にカメラの位置ずらしたらずらせないんだよ。すっごいなんかあのてっぺんとか映るけど平気って感じ。なんかあの顔があの、そう、顔が見えなくなっちゃうからさ。そうそうそう、し私も画面が見えなくなっちゃうの。ちっちゃいのを買えばいいのかな、本当に。逆にちっちゃいのを買えばいいのかな。そう、他のさ人を参考にするのもいいんだけど、結局他の人は他の人の設備じゃん。だからモニターの上に置くと、だからあの顔がちゃんと映らない気がして、なんかでコメントも見づらくなっちゃうのね。だからあんまりそのちゃんとみんなに顔を見せれる状態ではなくなる気がして、あの画面がちょっと上にあるのね、私。なんかだからむずかしいんだよね。114日、そう、あーレフマンとか買えばいいのかな。じゃあね、なんかレフ板入れそうだよね。ちょっとブスだからさ、レフ板ね、ちょっとブスだからさ、一回前髪だけ乾かすわ。
串でかい、これもろた、なんか名前入りで。いただきましたありがとう。いいドライヤー使ってる。あ、そう、髪質が、あのね、私本当に底辺なの、土底辺っていうか、もう下位、いや、なんかもう天国で言ったら地獄みたいなぐらい髪質が、コンシーラー塗ります、悪いの。だから髪の毛ドライヤーは、そうだね、いいのを使ってるわそう、頑張って買ったよ。アイドルって髪の毛サラサラしてるからさ、いいじゃんそう、髪質めっちゃ悪い、もともとめっちゃ悪いから、なんかドライヤーとかシャンプーとかは、うん、いいやつ使ってる、これはもう隠さず言うけどだってしょうがないじゃん、髪質がゴリゴリに悪いんだもんうん、だからなんかよくさ、全然そういうつもりがなくて言ってることは分かるんだけど、あの、たまにいるんだよ、なんかいいの使ってるねとか言われるんだけどいいの使うほど、あの、すごく頑張ってることを分かってほしい。例えばコスメとか、なんか高いコスメ使ってるねとかいうのも全部自己投資じゃん。女の子に対してそういうこと言う人がいるんだけど、全部さ自己投資じゃんか、そういうメイク道具とかさ、オイルとかさ自分のさ、あ、をさちょっとでもさよく見せれるようにさ頑張ってるわけじゃん、ステージに立ってた時に。そうだからそういうのは、なんだろう、もしなんかちょっとなんか変な考えを持ってる人はこの意見も取り入れておいてほしいって話で、もみんなはいい人だから、私のファンの人は分かってくれてると勝手に思ってる。ダイソン使ったことないな未来と。そうなんだよ、なんかみんな私のなんか、あの、みんなじゃないや、なんでかどこのって聞くの好きよね。でもみんな、あゆちゃん、ヤーマンのドライヤー使ってる？いや、クレイツって書いてあるよ。ヤーマンって何？あ、ヤーマン電化製品のやつ。そうだよ、なんか私のファンの人でもちょっと変で、そこに関してはなんかパソコンのスペックまで引いてくんの、なんかグラフィックボードは何ですかとかそれに関してちょっと理解ができないですね。はいここに関してはちょっとすいません、理解に苦しみますなんでパソコンのスペックをそれにしたいのよ、意味わからんわうん、まあ完全にノリだと思ってるんだけど、そうそう、大丈夫、ノリってことは分かってるよ、うん、あと CPU だっけ、眉毛半分かけました、あとこっち側、あ、こっち、こっち、すげえって言っちゃった、ごめん、すごいブスだからあんま見ないで、
昨日さ、ゲーム配信してたらさ、なんか敵にやられちゃってね、やられちゃった時に、は?って言っちゃったの。でさ、初めましての方がさ、来てくれてる時にさ、は?って言っちゃってさ、初めましてかな?なんかよくどっちだったかちょっと曖昧なんだけど、私のなんかその、みんなってアイのことよく分かってくれてるんだけど、初めましての人がいるのに、は?って言っちゃって、反省してる。なんかもう、なんかほんと柔らかい人間になりたい。なんか尖ってるわけじゃないんだけど。びっくりするよね、そんなの。あれ、ブラシがなくなってしまった。綿棒で代用。よいしょ。そう、は?は?って言っちゃって、え、は?だっけな、ちょっともうあんまり覚えてないんだけど、だから嫌われちゃってないかなってみんなに不安。不安を覚えている今。眉毛かけた。このままだと暗いので、これ塗る。なんだっけこれ、眉マスカラだ。ほら真っ黒。コントローラー投げ捨てたりしたら、そんなんも物に当たるのはしない。まあ、ぬいぐるみはなんかバシバシしちゃうけど、わーってなったらぬいぐるみは確かにバシバシしちゃうけど、なんだろう、クレヨンしんちゃんのねねちゃんみたいにはしないよ。ダイパンもしたことない。アイマスカラ塗れた。ここまで来たらもうあとは終わる。もうドライヤーいける。ちょっと時間かかっちゃいました。てへー。眉毛描くとね、全然、あ、筆間違えた。全然顔が変わるのよ私。チーク。そうだから、もし何か何すればいいか分かんない、可愛くなりたい、かっこよくなりたい、どうしようって人は、もしだったら今眉毛サロンとかもあるじゃん。 眉毛変えるとね、めっちゃ顔変わるよ。うん、本当に今見て思ったでしょ。アイシャドウ、新潟にもある。え、わかんない。でもね、こんなこと言ってても、私眉毛サロン行ったことないのよ。はい、でも行ってみたい。あゆも行ってみたいんだよね。だから誰か一緒に行こう。うん。でもさ、この私とかはさ、そのアドバイスしてくれる人がいるわけ。結局メイクさんとかさ、こうした方がいいよっていうのをメイクさんとかが教えてくれるからさ、まだいいんだけど、わかんないじゃん。なんかみんな、私もさ、 NJT 入る前とかメイク本当わかんなかったからさ、今もそんなわかってはないんだけど、はい、そうだから、でも眉毛さないことやっぱ全然変わるっていう、なんか行ったことあるメンバーも言ってたけど、
そう、男の子でもね変わると思うよ、わかんないけど。そうそう、あと赤目結構、そうだね、どんどん完成してきた。このさ、このカチャカチャ音が好きってな人いるっていうのをテレビで見た。なんか男の人が安心するみたいな。けどどう？ポーチの音。赤ちゃん？え、これ赤ちゃんなの？何時だろう。6時だ。いてててて。急がねば。アイライン。で、あとはマスカラしておしまい。アイラインはなんかお家でいるときはもう目尻だけですね。目尻に引いちゃうだけ、これだけ。うん、仕事、うん、なんかねちょっと打ち合わせみたいなのがあるから、さすがにお風呂上がりドスッピンで、あ、お疲れ様です、やばいかなと思って、お家でね、お家であるからリモートがあるのよ。私オープンレッグもあるからさ、オープンレッグさね、オープンレッグの話してマジでごめんね、多すぎてオープンレッグの話ばっかして本当申し訳ないんだけどさ、あれ迷う。スプラトゥーン見てるの楽しい？スプラトゥーンとエーペックスどっちが楽しい？いや、なんかゲーム詳しくない人多分見ててもあんまりじゃない？だからちょっと申し訳ないな。あ、マジで？バイオはストーリーもさ見てて楽しかったよね。確かに。そう、私がさ安定してるのがさスプラトゥーンじゃんか。多分昨日スプラを2時間くらい配信して思ったんだけど、多分スプラが安定してるじゃん。なんか知識も多いから、知ってる知識、分かってる知識があるのやっぱり。スプラだから。でもエーペックスも上手になりたいんだけど、エーペックスマジで分からんのよ。そう、超むずい、マジで分からんし、いとことやろうと思ったらいとこパソコンでやってた、泣いた。うん、完成、あとはまつげを上げて終わり。
いいとこゲーム好きだからいいとこに教えてもらおうと思った。うん、こんばんは。そうなの、これショールームってさどれくらいラグあるんだろう。せーの、あゆ太郎を1、2、3、よ、早っ。え、3秒とかだ。あー、しかもみんなコメント打つの早い。おっさら、うん、ぐらいの速さだったよ今。あ、ほぼラグないんだやっぱりショールームの方が。はじめまして。うん、いやオプレさ11秒くらいあるんだよ。これは何の差なんだろうな、なんでだろう。やっぱゲームとかだからかな。ショールームラグないんだって。インスタライブとかも結構ラグあるもんね。超低延モードはラグない。あ、そうなんだ、詳しい。あ、そうなの。あ、だからなんかバラバラしてるのか、オープンレックは。なるほどね。おのおのの配信環境、配信環境じゃないよ、見てるネット環境によるのか。はあ、なるほどね。だからめっちゃ将棋の時とかさ、将棋じゃねえや、麻雀の時とかさ、すっごい早い人とラグがある人がいるのか。そっかそっか。うんうん、低遅延モード、なるほどね。完成。さっきドライヤーしててさ、うるさかったかな。はい、では髪の毛を乾かしていく。私ね、髪の毛乾かすのめっちゃ下手だからね、超時間かかんの。いった、耳なくなるかと思った。ピアス熱くなんない、わかんない、熱くなってんのかな。いや、ほんと髪の毛乾かすことが一番嫌い。もうみんなにやってほしい。誰か乾かしてほしい。もうやだ、髪の毛乾かすの大嫌い。短いけどなんか髪長いメンバーと電話しながら髪乾かしても負ける。いや、でもなんかママに乾かしてもらうときってさ、ちっちゃい頃とかあったじゃん。
ママは髪のあゆの髪の毛すぐ乾かせれるんだよ。あと美容師さんとか。だから私が乾かすの下手なんだと思う。あ、こういうこと？当て方？入れるように。はい先生、根元を乾かす。 OK。 おいっ子の髪の毛は乾かしてあげないの。いや乾かすけど別においっ子そんな毛ないから20秒とかで乾くよ。うちの甥っ子ね。めっちゃサラサラで、なんか色素めっちゃ薄いの、うちの甥っ子の髪の毛。羨ましい。そう。私乾かし方でもなんか仕上がりうまくね。ほらなんかまとまってるよ。なんならよく私が今時間気にしてること分かったね。ありがとう教えてくれて。20分までに終わりたい。うん。何時からだっけな。そう。そうそうそう、リモートでちょっとありまして、あーそうだ、着替えなきゃいけないんだった。やっぱだからあと10分ぐらいで終わんなきゃだな。あと6分。じゃああと6分で、あ、ちょっと、
毛先だけやればいいよね。え、優しい。着るよちゃんと。うん、毛先だけでいいな。切ってないよ。やめて、突然なんかみんな可愛いって言い出すの恥ずかしいから。やめて、恥ずかしい。やめてやめてやめて。は、みんな。は、みんな。あ、怖い。怖い。ごめん。はとか言ってごめん。今日のスクショタイム、スクショタイム恥ずかしいな。髪の毛がなんかあんまりうまくいかない。まあこれでいっか。できた。できたのかこれは。いや、できたってことにしておこう。ごめんね、ちょっと待って。で、ちょっとトリートメントをつけておしまい。スタイリング剤をつけたいんだけど、でもお風呂上がりじゃんか、だからつけれないっていうかさ、せっかく洗ったのにまたスタイリング剤つけるのが嫌だから、ヘアトリートメントをつけて若干まとまってくれっていう風にしてる最近はね。最近っていうか今の状況的に。そう、トリートメントだったら大丈夫かなと思って。できたー、完成。みんな
な見てくれてありがとう。うん、妖怪からまともに見せれるレベルに大変身、イエーイ。はい、じゃああと2分くらいコメントをたくさん拾って終わろうかな。色気がありますね。これでよくあると思ったね。ないよ。何時からゲーム？8時。浴衣はあれできる、オンラインおしゃべり会。今日の夕飯何ですか？わかんない。なんだろうね。カレーかな？昨日の。頑張ってね。何がだろう。ありがとう、頑張る。ありがとう。カレーライスかな。最近ラーメン食べましたか？食べてないよ。お家出てないもん。冷やし中華。私今何が食べたいかな。蕎麦が食べたい。なんかラーメンはやっぱラーメン屋さんのラーメンが食べたくなっちゃうから。運動してる。ちょっとあれだっけ、最近筋トレしてみた。でもちょこちょこしてる筋トレは。スプラの甲子園出てほしい。あれ4人でしょ、一緒に出れる人いないのよ。し抽選も当たるか分かんないし、あの出たとしてもそんなあのいい結果を残せないと思う。でもあのね、出るんじゃなくて会場に行ってみたい。あ、もう22分、早っ。そう、荒野行動はたまにしてます。ちょこぐらい。かな。明日何時からかな、ちょっとまだ決めれてないんだけど、ちょっと待っててほしい。私撮ってたら先般すぎるよそれは。荒野とエーペックス、いや同じじゃなくない？全然違うよ。全然違う。シューティング、いやどうなんだろうね。そう、なんかゲームをあんま分かんない人みんなにゲームの話ばっかりしちゃって本当申し訳ないんだけど、でも嫌いにならないでほしいなってずっと思ってる。今北産業もう終わるで産業。そう、心配してるずっとね。奈緒さんとスプラ、奈緒さんとスプラはめっちゃやってる。奈緒さんね、上手になってる。めちゃめちゃこの前キル負けた、リザルトのキル負けた。やる前に私が14キルぐらいしてて1試合で、で奈緒さんが4とかだったので、私が1回煽っちゃったんだよ。あれ奈緒さん4キルですねみたいな。あれ奈緒さん4ですねみたいな言ったら、私次の
もう次の試合で秒で負けた試合だったんだけど、でそれがなんか奈緒さんの好きなアイスクリームは何だろうって会話しながらリーグしさんね、で私はずっと奈緒さんが好きなアイスクリームは何だろう、パルムとかですかとかずっと聞いてて、試合に全然集中しなくてできなくて、自分でもこんな集中できないのかと思ったんだけど、でゼロキルだったの。で奈緒さん5キルぐらいしててすぐ負けちゃった試合だったんだけど、で俺先生どうしたんすかとか言われてやらかしてね、5、7とかだったか、私が0でずっとアイスコのこと考えててやらかしてね、煽り返だから本当にそれぐらい奈緒さんは上手になってるからまた配信とかもしたいね、したいねじゃないや、見てほしいなって思います。はい、そう、あとお寿司、好きなお寿司のネタは何ですかとか話してた。あ、何話したかな、いつも何話してるかな、あとなんかでも最近は報告とかもできるようになって、右高にスピナーがいますとかそういうのができるようになってきた。ステージの中央にローラー残しちゃいましたとかそう、仲良し、そんな感じで、ちょっと時間がやばいのでそろそろじゃあ行っていきたいと思います。今日の今北産業もだから終わるぜ産業なのよもうこれ、3位がレフィーさん、2位がハシさん、1位がミスさんでした。ありがとう。はい、では以上また明日見てくれると嬉しいです。8時からオープンネックでゲーム配信をするのでよかったら見に来てください。以上 NGT48 のあゆとろこと中村あゆとでした。バイバーイあ、スクショタイム